2006年よりアナウンサーとして報道の前線で活躍し入社14年目で一転出役からバックオフィスへのキャリアチェンジを果たしたフジテレビの秋元優里さん。現在は同社ビジネス推進局コンテンツビジネスセンターで自社コンテンツを海外向けに販売する窓口を担っています 2024年1月29日には化粧品開発などを手掛ける大手メーカーのポーラと同社が協業する冷凍宅食惣菜ビッシュの会見に出席同社の社員によるコラボレーションメニュー私のためのビッシュ、を考案した一人として椿原恵子アナウンサー 竹ニアナウンサーらと共に登壇し地震考案のトリュフ香る4種キのコとチキンのバター仕立てへのこだわりや思いを語りました10歳の娘を持つ母親として仕事と家庭の両立にも奮闘ネクストキャリアへ進んだ経験者として振り返る過去の苦労や現職のやりがいとは先の歩み後秋元さんにお話を聞きました 現在は海外のテレビ局などとコンテンツビジネスを行う現在は主に自社コンテンツの海外リメイク券の販売を担当しているそうですね秋元由里以下秋元海外のテレビ局や制作会社などとコンテンツビジネスを行うための窓口を担う部署にいます中でも私の仕事は海外向けのドラマのリメイク券の販売です 直近では2023年12月に現地で放映されたタイ版のリッチマン・プアウーマンなどを担当しました YouTube チャンネルフジット部グローバルチャンネルにあるドキュメンタリー番組ザノンフィクション海外向けダイジェスト版ではナレーションも担当されています秋元海外向けビジネスの一環で英語のナレーションがないと海外の方に見てもらえないとなり アナウンサー経験があったのでナレーションできるよねという話から担当することになりました入社14年目での部署移動ゼロから新入社員としてアナウンサーから現職に移動したのはいつですか秋元2019年夏でもうすぐ6年目ですきっかけは社内で海外向けのビジネスを担う部署があるんだけど興味ない と誘われたんです面白そうだし興味が湧いたので自分から移動願いを出しました当時は入社14年目いわば出役のアナウンサーからバックオフィスへの変化も大きかったのではないかと思います秋元振り返っての大変さはあったんですけど当初はよしやってみようと前向きでした 海外在住の経験からいつか英語を生かす仕事にと思っていましたし移動先が自分に合っていたのかもしれませんただ一方で仕事の進め方はがらりと変わってゼロから新入社員として何もわからないので教えてくださいと意気込み周囲に助けてもらいながらのキャリアチェンジでした私がまとめたネチズンのコメントは次の通りです アナウンサー時代は瞬発的な集中力が求められた視聴者側からするとアナウンサーとバックオフィスでは何が違うのかが気になります秋元アナウンサー時代は生放送の報道番組が中心だったので瞬発的に集中することが多かったんです まるでシャトルランをしているような一気にアドレナリンが湧き出る職場だったのだと現在の部署に移動してから気がつきました今は日中で瞬発的に集中するのではなくじっくり考えながら仕事しています1から2秒の判断に追われるのではなく長時間考えていい結論を出そうと思っています 報道の前線にいましたしアナウンサー時代の緊張はかなりのものだったのではないかと思います秋元例えば災害時の緊急対応などがありました今はデジタル化が進んでいてアナウンサーの手元にタブレットで情報が届くようですが東日本大震災の時はまだまだ紙ベースでしたので情報がなかなか届かない 限られれたた情報を元にカメラ前で伝えななけけばいけない状況もありました移動後に初めて社内の事務手続きを経験アナウンサー時代と比べて職場環境にも変化が「秋元いろいろとあります」「移動後に初めて社内の事務手続きを学んだんです」 アナウンサーは冗長に印鑑を押してくださいと願う場面がなくいわゆる会社員としてイメージされる手続きをほぼ経験してこなかったんですね経費生産も基本的には経験しないので移動した当初は初歩的な事務手続きも教えていただきながらで同じ社内でありながら文化の違いを感じていました移動後は新たなやりがいも生まれたのかと思います 秋元直近では契約を担当した台盤の「リッチマン・プアウーマン」が完成して現地で放映された嬉しさもありましたアナウンサー時代も番組には関わっていましたけど常に自分との戦いだったんですよね今はチームの一員のような感覚で海外にフジテレビの番組を広められる達成感面白さを味わっています 子育てとの両立自分もハッピーでいなければアナウンサーから移動して5年目出世欲はありますか秋元出世欲はあんまりないですねわらとはいえ企業における女性管理職の割合もまだまだ低いですから女性が今よりも働きやすくなるように自分なりに役割を考えたいと思っていますから10歳の娘さんがいらっしゃるそうですが 子育てとの両立はいかがでしょう秋元大変ですわら私の世代はまだお母さんが家にいるのが当たり前のイメージが強く母親としてこうあるべきとする価値観にとらわれていたんです毎日掃除機をかけるとか毎日手作りのご飯を作るとか自分の中にある理想の母親像に苦しめられていた時期もありましたが 年齢を重ねるうちに変わりました昔は子供を見ている時間に仕事に100%の力を出せていないのではないかとか逆に仕事が忙しいと子供とちゃんと向き合えていないのではないかとか両方の場面で罪悪感を覚える時期もあったんですでも今は程よく。 理想の母親でなくとも子供を幸せにできるし自分もハッピーでいなければ子供にとっても良くないという意識が強いです今回の私のためのビッシュ、のメニュー開発でも自分の体のためにいいもの食べたなと思えてかつ高級感が味わえるものを作りたいとの思いからトリュフを使うことを思いつきました 短い時間レンジで温めるという作業一つで温かくて充実した食事ができさらに香りでも楽しめるそんな要素をギュッと一つのメニューに詰め込みました食材の大きさやちょっとした食感にもこだわっています忙しい全ての方に食べてもらいたいです優しく迎え入れてくれる環境がきっとある移動された当時娘さんは5歳でした 娘さんの年齢の変化も影響はありそうです秋元今は10歳ですしお布団直しておいてと言えばやってくれますし助かっています私が今日こんなことがあってどう思うと聞くと意外と冷静に的確な答えも返してくれて対等に話せるようになったし感心します 最後、ネクストキャリアへと進んだ経験者として、変化を願う読者へのメッセージをお願いします。秋元、進んだ先で何があるのか、わからない怖さもあるのかなと思うんです。でも、時代の変化に立ち向かうためにも、機会と興味があるなら思い切って飛び込むことをお勧めします。優しく迎え入れてくれる環境がきっとあるはずです。 当たり前ながらわからないことは、素直に教えてくださいと言えるかどうかで、変わってくると思います。知ったかぶり、をしてしまうと自分を苦しめますし、周囲も困るので、意地を張らずプライドも捨てて、教えてもらう勇気が変化する近道だと思います。